上進ステップ、ストーリー、田中正樹。出演、大川康樹。長い会議が終わり、経営層に上進するための来年度の戦略方針案がまとまった。口々にやれやれ、じゃあまたなどと言いながらも、やっと熱気がこもった会議室を出て行く参加者たち。その顔には濃い疲労の影だけではなく、互いの利害を調整し何とか着地できたという満足感と解放感がにじんで見える。いい気なものだと山本は思う。そう、戦略本部課長補佐山本茂49歳の仕事はここから始まるのだ。山本の仕事は、現場会議でまとめられた方針案がスムーズに承認されるために必要なステップを踏むことにある。もちろん承認プロセスは今流行りの DX によってワークフロー化され、承認権限を持つ管理職、経営層が順に承認していけば自動的に完了されるようになっている。だが、ことはそう簡単ではない。デジタル化され、体温の抜け落ちたパソコン画面の奥には暑苦しい人間関係がうごめいており、往々にしてワークフローはシステムエラーではなく、その圧力によってストップするからだ。だから山本は今日も承認権限を持つ者の間を軽快なステップで駆け巡る。戦略本部長と戦略推進委員会事務局長は同期で大変仲が悪い。その間を素早いスピンターンを駆使して往復する。いがみ合う両者の承認を無事取り付けたら、次は業務推進本部長のもとへランニングマンステップで駆けつけると、長い愚痴をリズミカルな相槌で切り抜ける。その姿はまるで頭のアイソレーションのようだ。ついに承認を取り付けた山本は、素早いステップバックからのサイドウォークで滑るように社長秘書のもとへ馳せ参じ、ご機嫌を伺いながら隙を見てブロンクスステップからのウィンドミルで書類を手渡し、見事承認をゲット。ここぞの大技で陰で糸を引く大物を攻略したら、あとはキレのあるシャッフルステップで社長のイエスマンたちを魅了するだけだ。こうして山本は承認権を持つ人々の中で鮮やかに踊り続ける。行ってこい、行ったり来たりは日常茶飯事。大切なことはとにかくステップを止めないこと。あっちへこっちへとよどみなく立ち回ることこそ我が職分と自覚している。そうして踊り続けるうちに、承認を得るというプロセスは目的化され、ステップは複雑化し、スキルは研ぎ澄まされていく。そしてプロセスの結果として何がもたらされるのかという、本来あったであろうゴールは連続するムーブの中に溶けていく。オフィスフロアをダンスフロアに変えながら、山本は今日も踊り続ける。パフォーマンスが続くステージの幕も、社としての最終承認もまだ降りない。